毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は広いぜ、心が弾む。桃色サンゴが手を振って僕の泳ぎを眺めていたよ。毎日毎日楽しいことばかり、何パーセンが僕の住みかさ。時々サメにいじめられるけど、そんな時はそうさ逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ、目玉もくるくる回っちゃう。たまにはエビでも食わなけりゃ、塩水ばかりじゃふやけてしまう。岩場の影から食いつけば、それは小さな釣り針だった。どんなにどんなにもがいても、針が喉から取れないよ。浜辺で見知らぬおじさんが僕を釣り上げびっくりしてた。やっぱり僕はたい焼きさ、少し焦げあるたい焼きさ。おじさん唾を飲み込んで僕をうまそうに食べたのさ。